今日も暑いですね。この暑い時期にぴったりのレモネード屋さんがこの辺りにできたそうなんです。ここですかね。レって書いてありますよ。これはレモンのレじゃないですか。そう、こちらが今月オープンしたばかりのレモネード屋さん、レモンのレ。なんといってもお店の前にあるこの大きなレの文字が目印です。目立つわね。こんにちは。黄色いレモネードだ。レモネード店ということでレモンをコンセプトにした店内。お客さんに楽しんでもらえるよう明るい雰囲気に仕上げたといいます。ずっとお店を持つことが夢だったという店主の斉藤さん。レモネード店を始めたきっかけは何ですか？はい、まずレモンが大好きだったっていうことと、青森にレモネードのお店がなかったのでやってみたいなと思って出しました。そんなお店で味わえるのはなんと9種類ものレモネード。そんなにいっぱい。こちらは蜂蜜を使った自家製のレモネード、すっきりとした爽やかな味を楽しむことができます。他にもパイナップルの果肉が入っているパイナップルレモネードや、写真映え間違いなしの不思議なレモネードもあります。色が紫色、はい、実はこれにはバタフライピーというハーブティーが使われていて、混ぜるとこのように色が変わるんです。どんどん色がピンク色に近い色に変わっていますね。不思議。では味はどんな味なんでしょうか。いただきます。気になるわね。爽やか、美味しい。この華やかなお花の香りとレモンの酸味が絶妙なバランスで合うんです。レモネードの他にもオリジナルスムージーがあります。スムージー、いろんなフルーツから好きなフルーツ選べるそうですよ。楽しい。フルーツの中から小田アナウンサーが選んだのはブルーベリーとバナナの組み合わせ。新しい。自家製のレモネードシロップもたっぷり入れます。そして最後になんとスムージーの上にアートデコレーションもしてくれるんです。お花柄が可愛いですよね。すごい。お待たせしました。はい、オリジナルスムージーです。スムージーに絵が描いてあるの初めて見ました。すごい可愛い。暑い夏にぴったり、見た目も可愛い自分だけのスムージーです。素敵だ。まず上の部分飲んでみます。濃厚ですね。ブルーベリーとバナナのこの甘みが美味しいです。下の部分はヨーグルト、こう混ぜて飲むとまろやかさが加わって、あと結構飲み応えも出ます。3人のお子さんを持つ斉藤さん、これからもみんなが楽しめるお店作りに挑戦していきたいと言います。子供でも入りやすいようなワクワクするようなお店の中であったりとか、見て楽しい感じのものを作っていきたいと思ってます。